あの謎かけのお題でワカメとイカってお題が来たんですよ、ね、でワカメとイカどっちかにしてもらえませんかってね、ワカメかイカか両方セットは結構、ね、不可能に近いから、そしたら、いやできたらワカメとイカセットで作ってほしいんですってその男性が言うんですよ。で、まあいったなと思いながらなんとかできたんですね。ワカメとイカとかけて傷口と解く、その心はそこに海があるでしょうってのやったんですよ、ね、そんな綺麗な謎かけじゃないけどなんとか作ったんです。そうしたらその人が目の前まで出てきて紙袋を渡してきたんですね。で、なんだと思って中見たら、あのおつまみ用の茎わかめとサキイカが入ってたんですよこういうことと思って、でわかめとイカいただきましたっつったらわーっと盛り上がったりなんかして、でその時に僕これ斬新だなと思ったんですね。謎かけのお題が差し入れになるっていうね。だから皆さんも全然そういうのやってもらって構わないんですよねちなみに僕お酒が好きでしてね、いいじゃないですか、黒霧島とかね、ホッピーとかね、中にはいるかもしれないですよ、新築一戸建てとかね、さすがにそれは怖いですけどね、何を考えてんだろうっていうね、新築一戸建ては断りますね、二つの意味で住まないですね。でこのネタを先月末から結構寄せで連日やってたんですよ。そしたら末広亭出てる時に柿の種ってお題が来たんですね。で柿の種で謎かけやったら、その男性が目の前まで出てきて、はいっつって柿の種渡してきたんですよ、ね、で、あ、なるほどと思ってね、まあその時のお客さんがここにいますけどね柿の種美味しくいただきましたんでありがとうございます、あの時ね。でこの間浅草演芸ホール出てる時ですよ、まあその時もそのこのネタやったんですよ、わかめとイカのネタね。そしたら客席でお題で黒霧島って出たんですね。でまあそのネタを聞いてシャレで言ってんだと思って、お早速出してきましたね、まさか今日持ってきてくれるとかとか、なんかそんなの僕も調子乗ってやってたので、謎かけやったらその子が本当に黒霧島片手で目の前まで出てきちゃってね、これがね、とんでもないどよめきと拍手と笑い、うわーってなって、もうびっくりするぐらい。何がびっくりするってね、その子の方が俺よりも盛り上げてるからね、それがもうびっくりしちゃって、これで、本当にいいっすと渡してもらって、でももうしょうがね、あの皆さん、あのね、あくまでもシャレであって、こんなの強制でも何でもないですからね、なんつってそれがわーっと受けたりなんかして、で、後でツイッターでその方から来たんですよ、コメントが。こちらもシャレですって書いてあって、で、末広亭でこのネタを見た時にこれはと思い、いつやろうかタイミングをずっと測っていましたで、さすがに一戸建ては無理ですって書いてありましたね。でも僕思ったんですよ、だってそれをやるために黒霧島をだってあらかじめ買って客席に置いといて、で僕の謎かけのところまでこうね来たら手あげようと思ったわけじゃないですか。で結構その時満席で、結構な数お題出すって手あげてたんですよ。もし僕がその方を当ててなかったら、この黒霧島どうなってたんですかね。その方家に持って帰って焼け酒になったんですかね。ふざけんじゃねえって、せっかく用意してねずっちの色当ててねえでみたいなね、焼酎だけに俺が悪者になるっていうね。いやまあでもね、ちょっとねこのネタでね、みんなやりたくなるんですか、そういうのを。昨日も一昨日で浅草東洋館出てて、鳩サブレって言ってて、答えたら鳩サブレ渡してくるんですよ。ええー、って言って、でその後ね、豆大福って来て、もうそのお題でもう笑いが起きるぐらいな感じで、豆大福で謎かけやったら豆大福持ってくるんですよ。なんかちょっと俺物乞いしてるみたいな。だんだんこのネタやりづらくなってきたなんて、ちょっと悩んでるんですけどね。まあそんなのもありがたい、向こうもシャレでねやってくれさってるからね、あれなんだけど。じゃあ最後少しだけ謎かけやってね、エンディング行きたいんですが、なんかありますか、こんなお題でやってみろっていうのがあれば。どうですか、あ、行きましょうか。黒霧島ね、 OKOK、 じゃあ行きますよ、整いました。黒霧島とかけて義務教育と解きます、その心は小中です。あ、渡してくださいが来ましたね。今日もいただいてしまいました、すいません。